はい、こんにちは。ワクワク世田谷不動産の栗田でございます。不動産、特に賃貸におけるですね、豆知識を、動画でいくつか取らせていただいております。今日は鍵についての問題です。まあ、問題というか豆知識ですね。賃貸住宅を決める際に、鍵の交換というテーマが、一つ浮かび上がってきます。で、最近主流になっているのは、まあ、ちょっともうこれトレンド的には古いですけれども、この U9 というタイプ、この鍵の交換が一番、シェア的にはまだまだメジャーなのではないかなと思います。私がこの業界に入った15年ぐらい前ですかね、ピッキング、いわゆる鍵をこう針金などですぐに開けてしまって、教室に侵入するという犯罪が、すごく流行りましたけれども、その時に一番初めか分かんないですけども、一番メジャーになった、ピッキング対策の鍵です。ただし、今、これが出てから、まあ、十何年経ってますんで、この U9 というタイプが、ピッキングに対して効力があるかというと、さほどもうないです。技術はもういたちごっこなんで、正直なところこれだから万全ということは全然ないです。ただし今のところですね、値段的な意味でも、いわゆるそのシェアとしてもですね、まだこの U9 という鍵が多いのではないかなと思います。で、ちなみにこの鍵なんですけれども、この鍵およびあの受けの方ですね、シリンダーと言われるこのこれで鍵って1セットだと思うんですけれども、この1セットでですね、部品代だけだとおおむねですよ、まあ、僕鍵屋さんじゃないんで、明確なことは言えないですけど、おそらくですね3000円程度で買えます。それに工賃を入れてもですね、実は鍵の交換ってそんなに高くないんですね。もちろん特殊な扉ですとか、この U9 が入らないタイプの扉もありますんで、一概には言えないですけれども、いわゆる鍵屋さんなどが緊急性が高くなくてですね、交換する、まあ、内装屋さんでも交換できますし、まあ、もちろん実は僕らでも交換できるんですね。で、僕らがやると、まあ、物だけであれば数千円で済んでしまう作業でございます。でそこに多少の工賃を入れたとしてもですね、おおむね鍵屋さんが、緊急は別ですよ、夜間対応とか別ですけれども、まあ、1万円前後なんじゃないかなと私は考えています。で、私どもも不動産会社ですんで、鍵屋さんにお願いして交換する際なんかは、まあ、もちろんケースとしてはあるんですね。で、その際にも僕らも手数料いただかなきゃいけないですから、その時に載せてもですね、まあその時の工賃にもよると思うんですけれども、1万3000から1万5000ぐらいで販売をさせていただいております。これがですね、この U9 というタイプの鍵で、シリンダー交換を簡単にしただけでですね、2万円3万円と、そういうもし請求が来たらちょっと注意が必要かなと思います。はい。で、よりですね、この U9 よりも高い防犯性があるのは、このちょっとボコボコした感じの、わかりますかね、こういうディンプルキーと言われるタイプですね。まあ、スペアを作るのもかなり高額にはなるんですけれども、ピッキングに対して、U9 よりもより高いですね、防犯性を求めたい方はこちらの鍵をお勧めしております。ただこちらは U9 ほどやっぱり安くありません。そうですね、数万円は必ずかかる、ものだと思っていただければと思います。ただし U9 よりは防犯性は、格段に今は上がっております。今日は、賃貸住宅における鍵のお話でございました。ベースは U9 がまだまだ多いですけれども、ピッキング対策としては、まずそんなに十分じゃないよということ、まだじゃないですね、すでにそんなに十分じゃないよという点で、もう一点は、原価のお話ですね。決して高いものではありませんので、不動産を決める際にですね、鍵の交換が必須ですよと条件になっている会社さんもあります。その時にどういった鍵なのか、あといくらなのか、この点は、気をつけて、見るのも気をつけてみた方がよろしいかと思っております。はい、今日の豆知識でございました。